き、はいえー、今日はどうもありがとうございます。えー、また受賞企業の皆様、おめでとうございます。えー、ここはまぶしすぎて何も見えないんですけれども、<laughs> でえーまあ、喜びのコメントも聞かせていただきましたありがとうございます。えー、と悔しさのコメントがいくつか見られましたけれども、ぜひ上を目指していただきたいというふうにも、思います。では、えー、公表させていただきます。まずソーシャルインパクト賞賞ですね、えー、と毎年ですねあのは差し上げたいが えと大賞や技術賞を惜しくも逃したという企業がいくつか出ましてですねでそういう企業さんたちに、えーとま、こう名前のついた賞を差し上げているんですがこれ私あの審査委員長としてですねこう私にとって一番難しいチャレンジがですねこのなんとか賞という名前をつけるというのがあってですね今年はですねあのバル研救助者さんのエキスパートそれからタイミーさんのタイミーそれから、えーと ファインディさんのファインディ・ティームズプラスそれからユームさんのユームですねそれぞれのサービスが名前に上がりましてこの4つの共通項について探して名前を付けるにはどうしたらいいかっていうふうに考えたんですけどもまあその、まあ、エキスパートさんはこう、まあ、老舗でもありますしでこう長らくウェブサービスとしても提供してくって私もユーザーでしたしで、まあ、タイミーさんはあの私の子供がねあのアルバイトに 登録させていいいいたたた使っこここととととががああるうなを聞りますまたファインディさんは、まあ、技術者にとってはとても有名で、まあ、Teams プラスではないんですけれども、他のサービスで、まあ、登録させていただいたりしたこともあります。ユムさんはです、ねまあ、まだそ,そ,そこまで知名度はないんですけれども、まあ、あの将来にはです、ね、非常にこう期待ができるサービスを作っていただきました。ということで,です、ね、悩んだ挙句、まあげく社会に対してインパクトを与える企業である。 あるいはこれから与えることが期待される企業たちであるということで,です、ね、ソーシャルインパクトという名前をつけさせていただきました。これが一番大変だった。はいえー、そ,うそれぞれの、えー、とソーシャルインパクト賞を取られた4つの企業さん、どうもおめでとうございます。ね、特別賞はですね、えー、と特別賞は、まあ、惜しくも対象を逃したという点にいつも差し上げているんですけれども、ウ、え、ィ、ーまあ、ルポートさん、それからハフ、ウ、え、ィ、ー、ルポートさんの、あれ、待って、えーとまあ、ラスト、ウィ、ね、ルポートさんと、それから、えー、と株、 歌舞伎スタイルさんの、ごめんなさい。歌舞伎スタイルさんの、えー、とハフですね。それからレンティオさんのサービスに対して差し上げました。えっ、ー、と、まあ、これらもですね、えっ、ー、と、あ、最初に言わなくちゃいけなかったんですけども、あの、ルビービズグランプリ全体の審査としてですね、えっ、ー、と、ビジネスとしてのユニークさであるとか、 それから社会への影響力であるとか、かそれから Ruby をどのぐらい活用してらっしゃるのかですね、まあ、ただすごい巨大なシステムのうちの,あの,こうなんかそのサービスの1ページだけ Ruby ですみたいなサービスも応募されてくることがあるので,であのちゃんと Ruby がとこうていらっしゃ ルビーのサービスですって言ってもおかしくないものであるかどうかとかも審査してますしそれからその、えー、とコミュニティに対する貢献みたいなものを評価してそれぞれの軸で評価させていただいていますで、えー、それぞれの審査員がですねまあ忖度なく選んだ結果をによって対象特別賞を決めさせていただいてもちろんそのソーシャルインパクト賞を差し上げるかどうかということもですね 20 29サービスの中からこの9サービスを選ばせていただいたのはそこにあるわけなんですけれどもウィ、えー、ル・ポスさんは、えーとまあ、ラストマイルラストワンマイルのねあの運輸のなかなか難しい問題に敢に取り組んでおられる点についてそれからハフさんはその旅のサブスクっていうことを、まあ、ただ単にその やるだけではなくて、えー、さまざまなアールゴリズムを駆使して実践されることそれからリンティオさんはそうなんですね私もガジェット好きなのでたくさんいろんなものを買うんですけども、まあ、期待したほど使えないものって結構あるんですけども、まあ、その辺の問題をですね、まあ、果敢に挑戦しておられることについて、えーまあ、こう褒め称えるためにですね特別賞3件差し上げることにしましたはいでえー、っとですねで対象ですねウーオウさんですけれどもあの このサインは、まあ、魚がおいしいとして知られていてですねで、えー、と私自身もこういやあの、まあ、魚おいしいなと思う時が多々あるわけなんですけども、まあ、そういうところをですね、まあ、ルビーを使ってこう 流通をこう工夫するという点がですね、私をはじめつする審査員に非常に受けましてですね、で、久保さん対所させてあげようと思いました。また、ビクシュさんはですね、まあ、老舗ではありますが、まあ、Ruby のコミュニティに対する貢献も、まあ、各種、あのイベントに対するスポンサーシップについてもですね、まあ、文句なしですし、そしてまた、えっ、ー、と、ビクシさんの年バリューについてですね、えー、まあ、こう、 これ以上言うことはないような気がするんですけれども、えーと、あと私、子供複数おりましてですね、一番上の子がですね、えーとまあ、あの応募企業の中でちらっと見た挙句ですね、えーと、どれが一番よく知ってるって言ったらピクシブって言ったら。ら <laughs> そのせいではないんですけれども、えー、ピクシブは非常にこう、なんていうの、あのあうちの子供全然プログラムも Ruby も関心がない子なんですけれども、えー、そ,そういうところまで,です、ね、リーチしてくださっているということも、まあ、私,私自身の,あの投票には配慮いたしました。 はいずれにしてもですね、この旧企業さんは本当に素晴らしいサービスを提供してくださっているので、Ruby を使って提供してくださっているので、本当に感謝しています。また、えー、っとそうなんですよ、本当はね、あのもっとたくさんの企業に差し上げたいんですけれども、商ョの事情で,です、ね、まあ、旧企業にしか差し上げられなかったんですけれども、えーまあ、応募してくださった全部の企業はですね、えー、素晴らしい企業ばかりでしたので、それぞれのサービスですね、えーこう ルビーを使って世の中を良くするために様々なビジネスにこう果敢に挑戦してくださっていることをですね、す、え、べ、ー、ての応募企業に対して褒めたたいたいと思います。また、初版の事情でですね、応募してくださらなかった企業で、ルビーを使っていらっしゃる企業もたくさんあるのは知っていますので、そういうような企業もですね、えー、ぜひ、こう、ルビーでたくさん設けていただいてですね、あの、こう、社会をずっと良くしていただいて、で、えー、まあ、望むのであればですね、来年以降も応募していただけて、えー 対象に果敢に挑戦していただける企業が出てくると審査員としてはねあのこれ以上ない喜びだと思います。いずれにしてもですね、Ruby が未来をつくり社会を良くするのをですね、ぜひともこう Ruby をまあ創造したものとしてですね、いつまでも見届けたいというように心に決めておりますので、今後とも引き続き Ruby と一緒に反映していただくことを心から期待しております。ありがとうございました。 ルビーは、まあ、1993年から私を中心に開発してきたプログラミング言語になります。で、えー、ルビーはいろんなところで使われているんですけれども、えー、まあ、特にですね、ワールドワイドウェブ、インターネットの世界でいろんなシステムを作るのに使われています。ですから、えー、もしかすると皆さんがよくお使いのあのシステムであるとか、別のゲームとかのシステムの一部としてね、ルビーが使われていることはあると思います。えー、な、まあ、表に出ることはないんですけれども、黒子っていうんですかね、として、えー、ルビーは 世界の一部を支えています。この島根県ではですね、まあ私の住んでいる関係上、その産業振興として Ruby を応援してくださっています。ですから、まあ、今回のね、r u b y ズ i z ンプリをはじめとする様々なこうプロジェクトを立ち上げて、で、島根県で IT 産業がもっと増えて、技術者がもっと増えてというようなことを応援してくださっています。過去の試みの中にはですね、まあ本当に並行したものもあって、島根県にはたくさんの IT 企業がね、 あの、まあ、ルビーを使いたいからという理由や、まあ、そうでない理由でですね、こう進出してくださった企業さんが、えー、もう40だか50だかあるというふうに聞いていますので、えー、そういう意味ではですね、あの、島根県の産業振興は成功しているんじゃないかなというふうに考えます。えー、この島根県が開催しておられる、えー、ルビービズグランプリは、 を、まあ、を使ってて、まあ、世間にに提供しるるサービススののの中で優れたたものを表彰すすめのコンテストになります実際私たちがそのインターネットのサービスとかを使っていてもそれが Ruby を使って作られているのかそれとも他の言語を作って作られているのかっていうのは、まあ、見てもわからないんですけれども、まあ、このサービスに応募していただくことで、まあ、はっきりとですね「あ、え、あ、ー、あの有名なサービスは Ruby で作られているのだ」とか あの、こう挑戦的なサービスは Ruby で作られてるんだということが、まあ明らかになるという点で、まあこのコンテストって素晴らしい意義があると思います。で、かつ、その Ruby を使って、まあ例えばベンチャー企業とかが、その挑戦的なサービスをしておられるときに、勇気ある行動っていうんですかね、あの新しいビジネスチャレンジに対して褒めてあげたいという気持ちもありますので、その両面からですね、このコンテストっていうのはまあ価値があるんじゃないかなというふうに考えております。 一口にサービスといっても、まあ、いろんな側面があるので、審査は大変難しかったんですけれども、まあ、主にですね、 そのサービスがどれだけその、まあ、チャレンジングで世の中に役に立つものであるかというサービスそのものの価値を評価しました。そしてさらにそのサービスが例えば、ま、全体の大きなシステムのうちほんのわずかだけ Ruby を使っているものってのはやはり、まあ、Ruby のコンテストとしては、まあ、あまりふさわしくないので、えー、十分に Ruby を使っているかどうかっていうところにも評価しました。えー、さらに加えて その Ruby のコミュニティであるとか、それから Ruby の開発そのものであるとか、Ruby に対しての貢献があるときには何か何らかの加点を行いました。そういうのところを総合的に評価して各省をですね、差し上げました。現状でも Ruby はですね、いろんな Web システムとかで使われていて、社会を良くするために貢献していると思っているんですけれども、ただ、 まあ、より広い範囲内でですね、えーまあ、ソフトウェア開発を支援して、えー、結果的に社会を良くするのに役立っていた欲しいなというふうに考えています。かつ、その技術、まあ私自身も技術者として、自分が技術者として便利に使いたいと思って Ruby を作りましたので、一人一人の技術者の、まあ、効率や生産性を高めるための改善、Ruby 言語そのものの改善であるとか、周辺のツールの改善であるとかを継続することによって、ソフトウェアをより早く、より安く、 効率的に開発できるようなツールとしてですね、世の中を良くする間接的なお手伝いができるといいなというふうに思っています。